はい、大楽の窓です今回の話題パクられてもへっちゃら青森県のねぶた祭り隣国の出し灯籠登場今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。 まあ、あんまりですね。あんまりというか、全くもって、青森の人たちを悪く言うつもりなどないんですけれども、何はともあれ、こののんきで何とも間の抜けたと大落は感じてしまったわけでありますけれども、そんなニュースからご覧ください。はい、こちらです。2022年8月実施の青森ねぶた祭りで韓国大韓航空のねぶたが飾られました。 同社の公式ツイッターアカウントがこの様子を写真付きで紹介していますということで、それがこちらですね、こんなことを言っちゃっております。こんにちは大韓航空です コロナの影響で3年ぶりの開催となる青森ねぶた祭りの写真が届きました青森県をはじめ関係機関の皆様のご協力でこんなに可愛いいねぶたを作っていただきましたありがとうございますこんなねことを言っておりますけれども何ともとぼけた文面ですよね。 ただただ私はしらーっとするだけで感情が1ミリも動かされるということは正直ありません。はい、そして続き、ねぶたは同国の国旗中央部に描かれた対局の上にデフォルメされた水色の大韓航空機が乗ったものということでね、まあその後は先ほどね、ツイッターで シェアされた文言と同じですけれども「青森県をはじめ関係機関の皆様の協力のもと作ってもらった」と同社はコメントしていますということであります。ということであります。何の文化も歴史も芸術性もこれ感じられませんよねこんなもの見せられても。ただ単に商業利権丸出しの広告看板であります。 日本の伝統東北三大祭りあるいは四大祭りに数え上げられる青森ねぶたでありますけれどもなぜここに飛行機が出てくるんでしょうかねそれだけでもムードぶち壊しではないでしょうか不愉快に思われる方もね少なくないと思いますけれども確かにお祭り開催においてはそれ相応の予算こういったものも必要にはなるでしょう。 そこでね、スポンサーのような存在もいるのかもしれません。しかしながらそれは日本企業だけでね、すべて賄うことはできなかったんでしょうか。何もよりによってねぶたをパクってユネスコ登録申請を出した国の航空会社はないだろうと私は思います。 はい。そして最後の部分ですね。大韓航空は平時は青森、ソウル、人戦線を運行していましたが、この人とまあ、インチョンですよね。向こうで言うところの、インチョン国際航空だと思いますが、現在はコロナ禍などの影響もあり、運休している状態です。今回の大韓航空機のねぶたは、 その福便を願ったものとされていますということでありますけれども願っておりませんはい、羽田金保もそうでありましたけれどもどうしてせっかく一旦止まったものをわざわざ必死になって努力をして再開させようとするんでしょうかねしばらく放っておけばいいと私はね思うんですけれども後回しでいいと思うんですが皆様はどうでしょうかまあ青森の人にとってはね今回は三年ぶりの開催ということで それなりにねやっぱり観光収益のことも考えたら待ちに待ったそういうことはね重々わかるつもりではありますけれども私はこのニュースを最初に目にした時 SNS で青森県際確かかと思わずね言ってしまいました。 コロナ規制からようやく徐々にね、開き始めて観光業界としてはどこもね、これからが勝負なのは世界中どの都市であっても一緒だと思いますけれども日本はここまでしてお隣さんにお金を落としに来てくださいと。 こんなことをね、懇願しなければならないんでしょうか物乞いじゃありまいしと私は思ってしまいます。それもよりによってでありますよね。お隣さんはどの国へ観光で押しかけたとしても大してお金は使わない。はっきり言ってケチだと言われております。それはね、こちらタイにおいても同様の評価があります。ならば、観光誘致すべき国。 航空会社は世界中他にいくらでもあるでしょうよと思うんですけれどもねもっとスマートにお金を使ってくれる人たちへ向けて PR をすべきではないでしょうかまあなぜここまでね私が言うのかといえばそれはもうご周知の通りであります青森ねぶたがパクられてユネスコに登録承認されてしまったからでありますよねその経緯でありますけれども韓国には 念頭へなる行事提灯や灯籠を持ってねとことか歩くそんなねろうそく集会のようなものがあるそうでありますけれどもところが1990年頃から日本の出し灯籠そっくりのものがそこに出現するようになって。 規模の大きな祭りになったこんな経緯があるわけですこの出し灯籠こそが青森ねぶたのパクリそのものだったということですなんですかこのこ狛犬もどきのようなね灯籠がありますけれども中途半端にねちょっと可愛らしさも出しちゃっておりますがなんだかその分余計に腹が立ってくるというものであります さて、その後でありますけれども、2005年になりますが、韓国で開かれた日韓国交正常化40周年の行事に、日本のね、ねぶたチームも参加したということがあったそうです。そこでついでになんでしょうかね、余計なことをしたと思うんですけれども、ねぶたのスタイル、いろんなね、やり方とか、そういうものの講習会も開いたと言われております。これもう完全にね、 お隣さんパクってください。どうぞとやったようなものであります。日本ではこれよくあるパターンなんですよね。しかしながら残念なことに。 農産物もそうです日本刀の作り方そんな技術もそうでしたブドウなどなどもあります全部誠実な日本人の親切があだとなって、まあ、そこにつけ込んだんだと思いますけれどもそうしてね日本人は教えてあげたはいいけど結局パクられるこういう話であります青森ねぶたの歴史は300年一方韓国の何ですかこれ年頭へなるキャンドル集会こちら自体はもっとね古くからあるよ ではありますけれどもねぶたそっくりの出汁を転がし出したのはまだね30年ちょっとということでありますしかしながら韓国がユメスコへ登録申請を出した時に日本の国民から政治家までみんなして怒ったにもかかわらず党の青森県は6スープ6スープというかほとんど全く抗議に動かなかったこういうことでしたからね 現在のユネスコでは韓国人のハン・スンギョという大学教授女性でありますけれどもこの人がユネスコの諮問機関国際記念物遺跡会議イコモスの理事についておりまして。 人気はまだこの先年12月までであるそうですだからやりたい放題ということなんですよねもう本当にここまできたらですね今の状況からすると彼らとしてはまだまだ1年ありますからね1年ちょっとありますこの先も出してくるのではないでしょうかまあねぶたをパクった出し灯籠が隣国の伝統的なキャンドル集会として ユネスコに登録承認されたそのニュースが流れたのはついこの間2020年の暮れでありました小躍りしてねここで喜んでいた彼らの反応ねちょっと今一度振り返りながら見てみたいと思いますけれどもまずはこちらですね。私たちの大切な文化遺産を早々と 世界に伝えてくれてありがとうございました。何を言ってるんでしょうか。文化遺産なもんですかね、こんなものが。よそ様からパクってたった30年ですからね、日本の出汁を転がし出したということでありますが、時間的な歴史的意義すらここではね、まだまだ希薄です。 キャンドル集会ならキャンドル集会だけで申請すればいいものをそれではねユネスコに通らないと踏んだんでしょうね。青森ねぶたの出し灯籠をくっつけたこういうことであります。それから日本や中国の歴史歪曲が深刻な昨今だからこそ私たちがきちんと認識し 歴史文化を守って次世代に伝えなければならない。よくも言いますよね。伝えられていくのはパクリ文化ということになりますけれどもね。それから仏教自体は百済から始まったものですが、韓国に対する劣等感で見境のない日本人がいつも邪魔をしてくる。はい、ここで一ついただきました。さらっとこの人言っておりますけれども。 仏教の起源はクダラだとこんなことをね言っております。確かにクダラにも仏教が伝えられたことは事実ですが起源なんて言っちゃったらそれこそインド人もびっくりではないでしょうか。はい、それから日本が盗んだ文化遺産も我々のもとに返還させるべきだ。 根拠ゼロでも思ったことをね何でも言えばそれが歴史になるそんなものをいちいち受け合っていたらそれこそ世界中の文化遺産が全て 半島のものになってしまいますからね。たまったものではありません。お金が必要でね、その時、売ってしまったそういうものも中にはね、たくさんあろうかと思いますが、後になって惜しくなる。やっぱり返せとこうなるわけですよね。世の中、社会にもそういった意地汚い人の話もね、しばしば聞くことはありますけれども、本当にまさにそれを地で言っているような感じであります。それから、しかし、私たちの国には、 テコンドーが沖縄起源だとするラムザイヤ教授が正しいと言って国民の名誉を傷つける者もいるので投げかわしい。投げかわしいのはラムザイヤさんの意見をね、真っ向から否定するそんなね、意識であります。それから、 沖縄カルテの起源はインドから中国朝鮮半島そして沖縄に伝わったすなわちテコンドーの起源は17世紀しかも当時の沖縄は日本ではないなんかもうね言葉の通じない人とね相対するそんな苦痛すら感じてきますけれどもね。 はい、それから日本の連中は韓国に関する全てに対し劣等感を抱いて反対妨害してくるそれこそが日本文化そのものだ。 よくもまあ恥ずかしくもなくね、恥ずかしげもなくそういうことが言えますよね。日本の軍艦島や佐渡金山に対して強制徴用だとでっち上げ話を作ってですね、そうして妨害してくる、今度は自分たちが日本からパクった文化でね、ユネスコ登録に申請成功したものですから、守るのに必死になっているという状況でありますよね。 はい、それから1000年以上続いた文化だ。まあ確かにキャンドル集会自体はそういうものであるようでありますけれどもね。しかしながらこんなことを言いますね。1200年の伝統文化。 年頭へおめでたい。いつの間にかこれ200年増えておりますけれども、それから1700年、これこそが我が国が持つ仏教歴史のアイデンティティです。やっぱりこうしてね、言ったもん勝ち、もうめちゃくちゃになってくるわけですよね。はい、それからもう一つ。 年頭への意味と歴史をこれからよく学んでまいりたいと思います。ということで、無駄です。いくら学んでもまた来年の人が何を言うかによってコロコロ変わるだけであります。はい。ということで、今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひ、チャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 ユネスコに承認されてしまいましたけれども青森県や日本政府は今からでも一生懸命ね反対するあるいはね覆す努力をするそんな気はないんでしょうかねそれにしても今回の青森県のねぶた今この後に及んでまだこんな余計なことをするんでしょうか。なぜ大韓航空の出しの出出場を 認めるる必要があるんでしょうか本来であれば出入り禁止そんな国であるはずなんですけれどもねねぶたは映像で見ても本当にね私は実際のものまだ見たことないんですけれども本当に幻想的で機会があればいつかね家族を連れて間近で見に行こうと本気でねこれは本気で思っておりますそんなお祭りでありますけれどもなんだかこういうことが続いてきますと 正直ちょっとと冷めてくるここういういもねありますユネスコ登録の次はねこれ韓国起源として彼らは世界中に喧伝らには日本の元祖ねぶたの出し灯籠そのものにも因縁をつけてくるこういうことも十分にありえます考えられますねぶたでは確かね豊臣秀吉もあったと思いましたけれども。 文禄慶長の駅に遡るという説もね私はちょっとちらっと聞いたことがあります。これはねどういう話かね正直正確なところは分かりませんけれどもそんなことも絡めて日本のねぶたは我が国のパクリでしかも差別だなどとですね言われた日には本当に日本としてはたまったものではありません。 そんなことにならないようにですね日本政府は青森県のね議員さんを含めて何とかしてほしいものでありますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ